良い医者に巡り会いたい。今日はウラシアムちゃん先生のもとにコメントが届いていると。桜吹雪さん、良い医者に巡り会えることが大切ですね。大切じゃない。よくあるのが医者との相性ってやつだな。今通っている医者と相性が悪いので変わった方がいいのでしょうか。相性が悪い、いいってどうやって決まるんだ。どうやって判断するんだ。相性が悪い、じゃあその病院何回行ったんですか。2回です。2回で相性が分かるのか。お前は。じゃあ最高の相性の彼氏を見つけてみろ。最高の相性の彼女を2回会っただけで見つけてみろ。できるんだな。相性が2回会っただけで分かるってことはっていう話だろ。2回会っただけでその人が自分と相性がいいかどうか分かるのか。絶対無理だろ。ラシオンちゃん先生の友人で電撃的な出会いをしました。初対面でこの人が私の運命の人だと分かりました。で1ヶ月後に結婚した人がいる。半年後に離婚してたぞ。これ実話だぞ。ネタじゃないぞ。それが相性というものだ。思い込みだ。なので精神医学の世界においては相性というよりもラポールという言葉が使われるな。ラポールというのはフランス語で直訳すると軸、中心となる軸、患者さんと医者の間で軸を通すという、そういうイメージ。ラポールを形成するというのが重要と言われている。このラポールというのはどのぐらいで形成されるのかといった場合、医者によっていろいろな考え方はあると思うけども、3ヶ月でラポールが形成されたらすごく治療がうまくいっているっていうのが多くの心理学や精神医学の教科書に書かれている話だな。気心が知れると言ってもいいかな。ラポールが形成すると難しいから、気心が知れるというか、患者さんも1回目か2回目の医者だと緊張したって言いたいこと見えないじゃないか。子供の頃虐待を受けていたなんてことを1回か2回あっただけ言えるかったら言えないじゃないか。それはそれが言えるようになる時期っていうのはどのぐらいなのかっていうと、精神医学的な常識でいうと3ヶ月以内にもしそういう話が出たとしたら、それでものすごく治療がうまくいってるよねっていうのが精神医学的なラポールの捉え方で、そんな3ヶ月とか絶対無理だから6ヶ月ぐらいは必要だよという医者もいるだろう。つまり1回2回行っただけでそのラポールができるっていうのは不可能だな。もしあったとしてもできたと思ってるだけだな。だからそういう重要な話っていうのはやっぱり何ヶ月もしてからじゃないと出てこないということが実際の診察場面ではある。逆に言うと3ヶ月ぐらい通って初めて言いたいことが言えるかどうかっていう状態になってくるので、1回2回で相性がいいとか悪いとかっていうのはなめてんじゃないよ話だ。思い込みだよお前の。こういう話もあるぞ。ブラシオンちゃん先生がペーペーなところの話だ。新しく患者さんが入院してきて、ラシオンちゃん先生が担当になった。1週間ぐらいして患者さんは言った。この先生と相性が合わないので変えてください。偉い先生が出てきて、それは無理です。そのまま担当して2ヶ月後にその患者さんはものすごく良くなって退院していった。患者さんは何て言ったか。こんな素晴らしい先生と巡り会えて私は本当に幸せです。どうもありがとうございましたと笑顔で退院していったのをよく覚えているぞ。この先生とは絶対相性が合いませんって言った人が、最高の先生見てもらえて幸せですって言ったんだ。20年ぐらい前の話だけども、ありありと覚えているぞ。これはこれも実はね、脚色のない完全なるノンフィクションである。これが相性というやつだ。なかなか良くならないから悪い医者であり、治してくれる医者がいい医者なんだよ。だから 1,2 ヶ月通院してなかなか良くならないと、それはその患者にとっては悪い医者なんだ。絶対それは相性とかいう問題じゃないだろう。この医者すごく相性がいい素晴らしい医者だけど、1年経って全く治ってませんってないから、それね。だから病気が良くなってるか良くなってないかを持って患者さんというのはその医者を判断する。患者さんというのは1ヶ月2ヶ月で病気が治ると勝手に思い込んでるから、 1,2 ヶ月通ってなかなか治んないと、この医者はダメだ、この医者の治療はダメだ、この薬はダメだってことを言って他の病院にかかろうとするんだが、今の時代治療の手順というか診断の手順というか、どの状態とどういう薬を出すっていうのが全部フローチャート的に決まってる時代なので、どこの病院行っても大体同じ治療にしかならないんだな、これが。ということで、いい医者に巡り会えることが大切ですねということではなく、今いる医者を信じるということが大切なんだな。信じるということはとても重要で、プラシボ効果、偽薬効果という言葉もあるが、信じて飲めばデンプンも効くんだよ。これがちなみに抗うつ薬は 60% ぐらいに効果があると言われているけど、そのうちの 40% はプラシボ効果と言われている。効くと思って飲めば抗うつ薬じゃなくても 40% ぐらいは治るということになるんだが、信頼して治療してれば治るし、この医者ダメだと思ってれば治らんってことだな、これは。だからこの先生はダメです、相性が合いません、この薬はよくありませんみたいことを言ってるってことは、自分で治らない状況を自分で作ってるってことだ。だからもう病院にかかって治療を始めたら、もうその先生を信じて突き進むしかないと。どうしても変わりたいのなら半年ぐらい通ってから変わるという手はあると思うけども、なぜならばさっき言ったように半年経ってればラポールっていうのがかなり出来上がってるので、半年経って最初に来た時の状態よりこれっぽっちも良くなっていないとしたら、それはあんまり治療がうまくなってないということなんだろうけども、そんなことってまずないとは思うけどな。良い医者に巡り会えるのではなく、今いる医者を良い医者と信じて治療するということが一番病気が早く治る道じゃないかと、ラションちゃん先生は思うぞ。医者を信じますか、人生諦めますか。信じる者こそが救われる。三立もウラションちゃん先生の動画を信じてよく実行した方がいいぞ。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。